皆様こんにちはイ治アンターティメントニュースに関するジャンネルでございますこれから本日のトップニュースをご覧くださいニューストップ芸能芸能総合文春オンライン2月2日突如自身のインスタグラムに金髪の編み込みヘアの画像を更新した女優の靴がしおり 二十七、ポッキーの CM などに出演する、青春派女優のイメージだっただけに、周囲を驚かせた。画像、くつなしおりが、インスタで披露した金髪ドレッドヘア金髪ドレッドヘア米倉涼子、四十四、や上エトアヤ、三十四、などの売れっ子女優が多数在籍する。くつなは二千八年には、ポッキーのイメージキャラクター、ポッキープリンセスにも抜擢され、何よりブレイクしたきっかけは、 2011年最終回の平均視聴率が40.0%関東地区にも上ったドラマ家政婦の見た日本テレビ系への出演でした家庭崩壊した明日だけの長女役で真が強い少女を演じましたこの年靴名は NHK 大河ドラマこう姫たちの戦国にも出演映画許されざる者では第十七回日本アカデミー賞の 新人俳優賞を獲得し、事務所の思惑通り、着実に人気と実力をつけていました。事務所関係者オスカーといえば、10代でデビューした場合、25歳まで恋愛禁止という事務所独自のルールが有名だ。靴つさんは一見清純そうですが、帰国子女ということもあってか、性格は割と自由奔放。二千十三年には、俳優の松田翔太さん、 との熱愛報道、フライデー2月22日号もあるなど、プライベートは、あまり良くない噂も多く、マネージャーの小言もあまり耳に入っていないイメージでした。オスカー3人娘の中では、いち早く、ゴリ押し枠から外れていったイメージですね。映画業界関係者、靴なしおり。2019年6月、ロサンゼルスのプレミア上映会にて、コピーライト時事通信社近年のなは海外に、 活躍の場をもと、2018年には、アウトサイダー、オールーシー、デッドプール2の3本の海外映画に出演。2019年には、マーダーミステリーにし、国際派女優としての道を歩み始めていた。クツナが2019年12月で、オスカーを退社したのは事実です。ハリウッドで活躍するために離れていったと聞いています。しかし、 鏡に映る自分を撮った写真を更新し、オスカーとしては非常に痛いでしょう。もともと女性タレント中心の事務所ですが、ここ数年、上戸彩、竹井咲が、エグザイルメンバーと結婚。黄色彩り目は、ゾゾの前沢智作元社長との熱愛、菊川玲は、実業家の秋田誉れ輝き氏と結婚など、トップ女優たちが一線から退く形になっている。米倉良子一人が、 古墳奮闘している状態でした。それが、靴なまで辞めてしまっては、芸能関係者しかも、辞めるのは靴なだけでない。3月中旬には、韓国出身の人気モデル 4A34 との契約も終了するという。ヨンアさんは、NHK の朝ドラ、ドンドバレなどに出演、テレビ CM でも、花王の化粧品、パーフェクト UV。 メイクとロケるリキッドなどに出演していました。20代、30代の働く女性から絶大な支持を集め、丸の内のミューズとも言われ、シンガポールでの出産などで日本での露出が減っていましたが、2018年に拠点を日本に戻し、5月には自身のファッションブランド、コールを展開し、オスカーとの契約が終わった後は、この自身のファッションブランドに力を入れていくと言われています。 当然オスカーは、小賀誠一社長が一代で築き上げたオーナー企業だ。小賀氏も70代後半。次期社長は役員を務める義理の息子だと目されているが、この義理の息子の評判がよろしくない。社員に厳しく、金にもうるさい。ミスをしたことを責め。すぐに始末書を書かせる。パワーハラ的な出席を受けて、マネジャーらが大量退社していると報じられていますが、 まさにファンからは、かっこいい、今までのイメージにないなどの声が上がっていました。テレビ局関係者実は、靴名は所属する大手芸能事務所、オスカープロモーションを2019年12月で辞めていたのだ。現在も、社員たちは閉塞感を感じながら仕事をしています。4話さんはそんなところでやっていられないという本音があったようです。自分のマネージャーが自腹を切ったりする様子を見て、 やるせない思いだったと、当然、週刊女性、2月11日号は、同社所属の若手、岡田由美、19、も退社を決めたと報じている。串の刃が欠けたようにタレントが辞めていくのは、音事教を、日本音楽事業者協会に加盟していないのも、大きいんですよというのはレコード会社関係者だ。岡田由美も3月いっぱいだと聞いています。音辞教は、 タレントの引き抜きなどの事務所間のトラブルの防止や、著作権、肖像権などの権利確立などを目的とした、芸能界最大規模の業界団体中心には、芸能界のドンと呼ばれる、総社長を率いる芸能プロダクションのバーニングや、ホリプロ、吉本工業、エーベックス、鍋プロなどが加盟しています。つまり、音事業に加盟している事務所間では、タレントの引き抜きは禁止。 マネージャーの遺跡すら、お互いの社長が了解しなければ転職できないのが現状です。音ょうに加入していないオスカーのタレントは辞めさせやすいわけです。芸能関係者今音ことう関係者の間では、オスカーの所属タレントに注目が集まっている、今年東京プリンスホテルで行われた音ょうの新年会では、そこここでオスカーについての話題が上がりました。 大手芸能事務所の重鎮たちが、オスカーは、ほころびが出ちゃっているよね。とはばかることなく、話し、聞いている方も含み笑いをしてうなずいていた。すでに事務所の HP からは写真も名前も削除、されている。新規一転したかったのかもしれな音事に加盟していないオスカーからは、引き抜きができると考えている、事務所も、多いようです。このままでは、 オスカーの小賀社長がオスカーからの大量引き抜きもあるのではないかと見られています。同然オスカーに靴ツやヨナの件について事実確認を求めたが、期日までに回答は得られなかった。手塩にかけたタレントでも引き抜いた者勝ち、それが芸能界の常識だ。美の総合商者と呼ばれた美女軍団、オスカーはこの人気なき世界で、どこまで三色されてしまうのか。 週刊文春デジタル編集部、週刊文春デジタル、くつなしおりをも、オスカー所属の女優陣の中でもとりわけ聡明で、純朴なイメージで売ってきたのが、くつなさんでした。しかし、彼女は、オーストラリア、そもそもハリウッド志向の強い女優さんだったんです。同然、くつなは2006年、オスカー主催の、全日本国民的美少女コンテストで、審査員特別賞を受賞して、 2007年、3年 B 組、金八先生、TBSK で女優デビューした。デビュー作では、自身と同じ帰国子女の役を演じています。靴名なさん自身、14歳までシドニーで過ごし、自分自身でもベースはオーストラリアで、日本に来た頃は、カルチャーショックだったと話していました。当然その後、靴名なは、合力ややめ、27。竹井咲 26と共に、オスカー三人娘として、事務所の猛プッシュで人気女優の階段を駆け上がっていった。